羊の背中の上を歩く、オーストラリアンケルピー牧羊犬あるいは牧畜犬は、牧場で放牧している家畜の群れの誘導や見張り、人間による盗難や狼などの捕食動物から守るように訓練された作業犬である。シェパードドッグとは、羊飼いの犬という意味である。もともとは見張りの役割が主で、強い大型犬種がその役割を担っていたが、 安全管理技術の向上などで外敵からの被害が減少するにつれて、散らばる、羊の群れを誘導するときに活発に動けるように、機敏な、中型犬、小型犬種が選ばれるようになった。大型犬種は、羊の群の見張りや外敵を防ぐタイプ、中型犬、小型犬種は、機敏さを生かし散らばる、羊の群を誘導する、タイプ、の役割によって使い分けられている。 シープドッグとつく犬種は、牧羊犬として生み出された品種がほとんどである。ヨーロッパでは、牧羊犬種は、牧羊牧畜での働きがある時で、ペットとして飼われることはなかったが、牧羊犬としての需要が減った犬種は、ペットとして飼われたり、小ドッグとして活躍するようにもなった。イスラム圏では、ペットとして飼われることは少なく、牧羊犬としての、働きが大きい。 牧羊犬の起源は、イラン周辺が発祥だと考えられており、紀元前4300年頃のトルキスタンや古代、エジプトの地層から、羊の骨と共に、牧羊犬と見られる犬の骨が発見されている。この時代は、羊の群れの誘導というよりも、盗難防止の役割をしていたのではないかと考えられている。青銅器時代になると、 人々は定住し牧畜をはじめ、羊の毛、皮、肉は重要な生産物となり、青銅器文化とともに、群れの誘導などの訓練がなされた、牧羊犬も、中東からヨーロッパや東アジアに広がっていった。家畜の飼育が盛んになった、紀元前2500年頃の地層からは、牧羊犬種の祖先と見られる骨が発見されており、 その後、ヨーロッパ各地で後輩によって、多様な犬種が生み出された。牧羊犬は作業犬の範疇だったが、アメリカンケネルクラブは1983年から、牧羊牧畜犬グループを独立させた。ありがとうございます。